<laughs> どうもお疲れ様です。本日は令和5年4月11日ですねえ。今回はね、暗号通貨のアスターっていうのを紹介したいなと思うのと、あとはね、ビットトレードっていう、私自身も初めてとなる暗号通貨の取引所、こちらを両方ともね、ご案内したいと思います。まずは暗号通貨アスターなんですけども、数年前にも一度ね、 このアスターに可能性があるよってことをお話しして、その後、値上がりを何回か繰り返して、その時ご購入いただいた方には、まあ一定の資産を築いていただいたんではないかなと思います。こちらがアスターですえで。実はね、日本初の仮想通貨ということだったんですけども、まあそちらのね、こう資料がだいぶ出てますので、こうやってご覧いただければいいかなと思います。そうですね、2019年ぐらいに私が初めて紹介したんだと思います。アスターね。まあこういったシンボルマークになってます。 アスター結構ね知られてるようで知られていないのかなと思います、はい、でこのアスターなんですけどもやっぱりいろんなキャンペーンがねあったりとかビットバンクでもこう取引ができるようになっていたりとかでもう手にした方は多いんじゃないかなと思いますけどもまあ多いって言ってもね少ないと思いますけどもねどっちなんやって話ですけどもねはいえっとビットバンクでも2022年9月26日と 本当に数ヶ月前、半年前ぐらいに、えー、やっと始まったんですよね。それまでは結構アスターを購入するのはめんどくさかったんですよ。で、これからはね、このアスターっていうのが日本国内でも、あの、3つ目の取引所ということでね、グリーンリストに乗ってきたわけなんですよ。つまり、どん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 これから、上場する国内の取引所も増えてくるっていう見通しなんですよね。そうなると、アスターを手に入れることが結構簡単になってきますし、まあ、なんせ知られていくんで、これからどんどん、 売れるるようになななってくるんじゃいいかなと思いますで折しもですね今ビットコインが400万円近くまで来ていたりとかイーサリアムが25万円を復活したりとかリップルがあ今年に入って爆上げしたりとかね、まあ、かなり暗号通貨状況が良くなってきてるわけですよでそこにアスターがこうぶち込まれるってことで結構チャンスがあるんではなかろうかと思いますえもちろんね投資にはどんなものにもリスクがありますのでアスターを買ったら儲かるよってまたね言うつもりはありません 振り返ってみたら、今まで私がアスターにチャンスがありますよっていうふうにお話した時に買った人は全員儲かってますけども、ただそれは振り返ってみると結果論なわけですよね。で、今まで私がね、可能性があるんじゃないかなって言ったコインの、他には Zinfin Network っていうのがありまして、こちらの方も値上がりしたんですけども、でも値上がりした後にまたね、おとなしくなっちゃったりとかして、まあ、儲かってはいるんですけども、やっぱり儲かり続けることはできないっていうところを考えるとね、やっぱこう、一つの、 行為に集中特化すするのももつなんですけどもある程度ねどっかでエグジットする例えば ZinFin ネットワークだったら2022年に全部決済してまた別の通貨を探し始めるみたいなねこういうふうな形でこの「わらしべ長者」のように乗り換えながらどんどん増やしていくっていう方法がいいんではないかなと思いますそして今アスターのチャンスが来てるような気がするんで私はねアスターを取引するしないにかかわらずこのビットトレードっていうところこちらの 取引上の講座解説をしてはいかがでしょうかということで、まあ概要欄に貼っときますんでね。まずはこれから私がここの講座解説しますんで、ビットトレードで、まあなんとなくね、アスター専門に置いておこうかなっていうふうに考えているということでございました。えー、それではね、えー、動画概要欄に URL つけておきますので、よろしかったらそちらの方から、えー、アスターをお買い求めになるかならないか別ですけども、講座解説してみてください。ビットトレードで、えー、これからもね、いい取引していきましょう。